こんにちは、ブルーコースです。ということでね、やっていきましょうか。コース早速いきましょうね。はい、ポケモンスナップパート2ですね。で、前回最後にね、新しいステージを新しいステージ開放しましたんでね、こっちから早速やっていきましょうか。ザーン。あ、慣れていくかな。おっ、かっこいい。あ、なんかいるな。あ、なんかいるとなんか出てくる。出てこないですね。なんか。ね、ね、かっこいい。あれ、あれ、ロコン。ロコン。ロコン、キューコン、アイコン。アイコンはいないかな。あ、いっぱいいる。はい、はい、はい。で、あっちの方に、あ、いや、なんか近かった。あ、あれか。ポケモン型フードにやられちゃって、かわいいなぁ、もうロコ。もう、あれに触れたら多分やられるんだなぁ。あいつリザードにするって言うんだったっけ？どうだった？あんまり覚えてない。よいしょ、ほい。あ、やられてる。うん。燃やされてて、あそこからのリベンジでリザードになってって感じですね。まあでもまあ、今ちょっとあれだな。あ、ちょ、相変わらずあの、左右のバランスが難しい。じゃあ、上下左右のうまく。来ないかな。あ、いっぱい来た。もっと置いて。大量発生。今のうち。おー、すげえ。かわいい。ガマ。あー、ファイヤー。よっしょ、よっしょ。戦ってるし。仲良くせえやん。全然仲良くないやん。めっちゃ戦いますやん。ファイヤー。あー、ちょっと今の写真もよろしくないですね。で、ここからなんか出てくる。ここも出てこない。こっちのスペース気になるな。解放者を見せておくれよ。なんか解放者見る前に終わったらしいっすね。まあ。こんなコース少なかったか、少ないじゃないや、短かったか。そっか。ああ、ほんと覚えてないね。じゃあ、早速ですね。ギャロップ3もいい。ロコモコは、これ超かわいい。お尻向けられてる。トカゲは、もうちょっとあって、ね、これ悩ましいな。どれがいいかな。これかな。あ、こっちのが映ってる。これどれを被写体にしてるか、取られるかだな。わあ、これ全然ダメだな。ファイヤーダメだ。で、ブーバーがブーッですね。ブーバーブーッ。スティングは微妙だな。どうだ。あー、なんかちょっとだけポイント上がれそうかな。意外とリザードがあんまりいい写真が撮れてない。で、リザード。あー、これかな、なんか迫力あるのは。ガーッ。歯が4本しか入ってないんだね、リザード。ここからちょっと可愛いかもしれない。よし。えい。どんな写真かな。やっぱ。いいね。とってもいい。おー、これは稲垣じゃなーって。ギーンってやってるのかな。いらなきゃいけないんだ。素晴らしい。4000点超えてくるっていい感じなの。どれでロコン大きさ500点。微妙でね。少し喜んでる1000点。いいね。さらにもう他のポケモンも持ってるじゃないか。素晴らしい。今回の評価高めですね。でもギリギリだね。1200点テクニックはどうかな。で、いっぱい打ってるから。おー、すげえ。1240点。こんなもらえるもんなんですね。伝説のポケモンという時点でなんかすごい点数を稼がしてくる。素晴らしい。あ、特になかったですね。これは。おお、ブーバーの喧嘩じゃないか。おお、喧嘩だけだから。大きさ微妙。おお、これは熱そうじゃ。
なんとだっけ1200度くらいの温度がする1000度だっけ。でさらに仲間がいるから5000点超えた素晴らしい、言うことなくし文句なしじゃ。ほい大きさは400上がった。おおいい感じに跳ねてる。おっとおっと、まあ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 、まあ、上がった上がったからもうするだけであれですね、あの喜ばしいことですね。ビザートうんいやですよね、ビザだな。50素晴らしい、全然もう文句垂れ垂れのあれですね。ビザートどうこれで620なんすか。え、どこを車体としてあれなんすかね。ポーズは700、あ、やっぱ火炎放射してないと微妙ってことですね。はいはいはい。うわこの距離で2740ってなんか辛いやつ。実はなもっと研究所に戻ってからじゃに、なんだっけ、おかえり、あーおかえり、ただいまでございます。あ、頑張ってるな。コースに行こう、コースに行こう選ぶ。やったー、あ、新しいコースに行けるってことね。よし、じゃあ行きましょうか、早速ね。ふぅどんどん新しいいろんなポケモンをね捕まえていきましょうかね。捕まえるじゃん、地に収めて。ニョロもむずいな、くれてるもんな。ああ一番大好きなポケモン来た、出てきて出てこないタイプ。もうね、不思議だねが一番大好きなんですよ、本当に。もう初代ポケモンの中でさ、もう可愛くて仕方がないですよね。もうたまらんちくしょうって感じですよ、本当に。いやマジで可愛いよな。他のポケモン出てこなかったっけ。あーあれか、でチェルダーは無理、チェルダーじゃない、どういうんでるのか分かんない。ああああれは確か音楽を鳴らさないと無理ですよね。他、ヤドン、ヤドン、こっちの方に。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 尻尾垂らしてごらん。あ、尻尾垂らす。やっと。ちょっと遅いか、ちょっと遅いか。来た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 。あー後ろ向くか、こっち向いて、こっち、あー無理ですね。でこっち向いたタイミングでどうかっていうと、まずはトランスロシトランス、落ちないインセル、落ちないインセルなのね、トランスロ。あ出た出た、オカンが一番好きなポケモン。ふわーって言ってるの、これ投げてこないもんな、このフードにやられないっていう。そのシェルダーがパー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 言ってる、いいなぁ、来てくれるか、来た。結局あれだ、オプションであれだ、なんか耐えてないから大変だな。でこれなんとか出して次ラッチポーンってやりたいけど、まあ1ステージ目ね仲良くやれよって感じですかね。でこっち出てこない、おいで出て、おおおお、そこのパルシェン、進んでたパルシェン、進みパルシェン、カチャー、なんだ今、え、あんなスピードスターとかいうなんか電光石火だかよくわかんないけど、あんなのするんだ。知らなかった。20年越しに初めて知った事実。というわけで変わらず、まさか前が現れたり消えたりしてる。今もつくねみたいだ。ニョロボン2枚、ああダメだろな、もはやニョロモかどうか、ニョロボンかもしれないし、ニョロゾーかもしれないし、ニョロゾーってなんだ。これかな、大きさちょっと微妙だけどね。こっちの方で喜んでるか、こっちの方が喜んでそうだね。ヤドンは5枚、これが一番でかいかな。続きましてシェルダーは3枚取ったよ。じゃこれかな、でもこれ多分ね、あんまりよくポケモンが映ってないようだったから、じゃあもう1体でこうかな。まあ、一目大きいし。続きまして、ヤドン2枚でも多分ポーズがあまり良くないようじゃなって言われておしまいな気がする。8枚、ただこれかな。
真ん中です。パルシェンは5枚だけど、これがまだマシ、まあ、こっち向いてるし。むずいな。え、ピカチュウ、ピカチュウ1枚。よし、じゃあこれでいきましょう。よし。テレテテ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 。よろも、大きさ。惜しいのこれさ、60点ってことは、あの距離よりも近づけることができるのかな。よし、ポーズ。おー、嬉しそうな顔じゃん。素晴らしい。ちょっと、大きさは、おー。ポーズ。素晴らしい。あ、もう大きさの視点でアウトだね、どれでも。あ、これでまあまあいけるんだ。へぇ。素晴らしい。あ、まあいいでしょう。だって、これで240この距離で。素晴らしい。ライですね。あ、これで560。おっと。写真が下手すぎてあれだね。前回の写真と比べると。ですよね。ああ、全然ダメだ。ズブ。150点、あと150点だと？ねえ、おかえり。何？あと150点だと？じゃあ、こっちです。え、いいね。いい。出てくる。ああ、無理。この方にちょっと誘導しよう。波乗りピカチュウ、波乗りピカチュウ。波乗りピカチュウ。あ、ちょっと、ちょっと。ピカチュウちゃん。ピカチュウちゃん。あ、こっち、こっち。そこ乗って、そこ乗って、早く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 。よし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 。これでピカチュウあれやろ、もう行ったやろ。あれ、バタフリー初？今回行ってなかったっすか？ってこともあるんだけど。まあ、新しいアイテムを手に入れればね、こう、いろいろと。ポケモンフードに誘われてなんか、そうなんや。うわー言うだけで何もあれや。取れてない。食ってなかった。残念。いやあ、あれこっちの方いたか。あ、ちょ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 。相変わらず操作が下手くそすぎる。プラスは。ほらプラス。ミラープラス。なんかいたんだっけ。ストライプとか、なんかボールとかさ、ボークとか、なんかそこら辺がいそうな気がしたね。どうせか。多いなぁ。やっぱ遠いよね。あらあら、どうぞ帰っておいで。にゃぁ。やられたにゃぁ。これはコンって当てれば、おぉ、来た来た来た。めっちゃ喜んでる。かわいい。ラッキー。もう、耐久値だけはひたすらあるからね。怒ってる。いいね。イエーありがとう。よし。あれ？あ。目が回る。回る。回る。オイラは回る。コイキング、コイキング以外の、コイキング以外のポケモンが現れてきて欲しかったけど、まあそうはイカの金玉ってやつですかね。よし、これで150点プラスいったでしょう。で、波乗りピカチュウ、ピカチュウ2枚。まあ、これですかね。タフィ、1枚か。しかもこの位置だったら多分真ん中に映ってるって言われないだろうな。あー、風起こしと、風起こしポップと比べたらどうだろう。やっぱりあれだろ、あれだろ、プラス3枚。3枚だったらこれがまたですか？遠いな、相変わらず。ちょっと難しいかもしれないね。ニャンスは2枚取ったよ。おーおー、すごいな。うわー、悩むな、どれだろう。あ、でもこれかな、これ。おーおー、お目覚め。お目覚めすぐってるから、それでポイントなんか少なくなっちゃいました。これ、ラプラス取ろうと思って映り込んできたみたいな。なんか喜んでるのか怒ってるのか分かんない。あれ、真ん中に捉えてもらえないかな。難しいかな。
踊ってるニャース。いい、じゃあ行きましょう。これで。ユスを取ったらなんか、もう一回。大きさでも上だな、こっちの。510。あー、やっぱダメか。これこれこれ。ほぼダブルスコアになりましたね。よし、これはアフィンピカチュウ。よし。こっちだ、一生。おい、どうしてるの。お、でもこれ、もうダブルスコア以上で勝ちましたね。俺の勝ちだ。よしよしよし。まあ、俺が俺に勝っただけなんだけど。で、神社のね、やっぱ取ってなかったか。よしよし。素晴らしい。言うことなしじゃん。多いな、どっちも。惜しいのそう。で、待て待て。で、待て、10点でも。ああ、意外とセンスが伸びなかった。ある、ある、ある。あれ？あ、なんか、はい。ミスの、はい。大きさは50点。でも、なかなか面白い。よしよしよし。実はな。実はな。じゃん。ねえ、おかえり。プレゼント。しかも、じゃあ、プレゼントポケモン飛び出させたい。この、いやいや、もう、いやいや、ボールって言っちゃってるもんね。ポケモン嫌がらせる気満々だもん。間違えた、間違えた、間違えた。いらない、いらない、いらない。よし、じゃあ、せっかく手に入れたわけだし。あ、そっか。よし。ボスね。よし。ここで、嫌がらせをしましょう。これで、あ、これで向こうの方に行かしたいのか。あ、来た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 。あ、それでも遠いな。よいで。不思議そうとかにならないかな。不思議そう、不思議花、不思議だね。こっちの方は、あー、これは確か音楽鳴らさないといけない。ちょっと音楽出たと思う。あ、遠すぎてダメか。ふいっ。あー、むずいよ。むずいよ。いやあれ、なんか、あれ、コダックさん、こんなとこにやられてたっけ。ただ嫌がられただけだ。はい、あ、仕方ないよ、ね。やっぱいやいやボールでこれ落とさ、おお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 、飛び込み飛び込み。おろりょ。で、キラキラして。キャンセル、キャンセル。すげえ、ま、マジカトランセル。マジカレ、マジカンセル、マジカンセル。どい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 。これで送ったらどうなるの？面白いか。で、あー、ちょっとコダックは気になるけどな。コダックは気になるんだけど、こい。よし、どんどん。パリゴーン。パリゴーン。あの、微妙に端っこに映ったやつって、なんかあの、ギリあの、一緒にポケモン落ちてるみたいな扱いしてくれるの、うん、これでどこに行くんだ、渓谷だっけ、リバーから渓谷だっけに行けると信じてるんですけど、まあ、無理だった時は無理だったので、仕方がないと思います。おー、わしの秘密の研究所へようこそ、みたいな感じで来るのかな。芯は全部で全部取れてないとは思うけど、23枚少な。よし、さあ早速ですが、ね、おすこいとしてるな。うわー、どうだろうな。まあでもこっちかな。あんまり変わってない気もするけど。で、ニョロムは4枚。あ、これ微妙に真ん中になってないかもしれないね。シェルダー、いや変わんねえな、前回見せたのかな。真ん中に映ってると判断していただきたい。
これどうだろう、これダメか、こっちの方がいい、何が落ちてるか分からんのとか怒られそう。大きければ大きい方がいいのかもしれない。こっちかなポリゴン。じゃあ、喜んでるかちょっと分かんないもんね。よし、じゃあ行きましょう。ドン、ドン。テレッテテレッテレッテテレッテテレッテ。よし。さあ、お、よし、40点。あ、おー、嬉しそう。またこれ、よし、よし。よし、勝った、勝った。240下がっとるの。じゃあ前回の方がいいの。じゃあ低い方の点数にしたら、下げトータルの点数も下げられちゃうとかあるのかな。うわー、下げて2520ポイントさ、2560、大きさどうかな。でこれで650だと全体が映ってない。大きさってどういう意味なんだろうな。他にもトランスより映ってる。素晴らしい。打つんせる、どこかわかんないけど、いや、ポリゴン、ウルトリ、このポケモンポケモン、みんな喜んでる。ありがとう。他にもポケモン、あー、よかった、すみません、ポリゴンが釣った、なんとかなった。実はな、実はな、94,490 ポイント。よし、10万も見えてきたぞ。お帰り。新しい、あそこから、研究所からも行けるようにしといた。早速行ってみるの。じゃあよし、行ってみたいと思うんだ。あ、洞窟か。そうか、そういえばそんなあったね。洞窟渓谷でなんか宇宙に行くんだな。よし、じゃあ、20分といい感じの時間になりましたので、一旦この辺りでね、終了とさせていただきたいというふうに思います。ではまた次回パートもお楽しみいただけたら幸いです。お疲れ様でした。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。